演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチラチャンネル登録よろしくお願いします。チラ、このチョコレート3品を食べたいと思います。この2つはヨーグルトに食べた巨大ミルクチョコレートとホワイトチョコレートのストロベリーで、これはちょっともらったものなのでどこのものなのかわからないから、世にも美味しいこれ、割れチョコブラウニーというもの。これどこのお店なんだろう。まあ、調べてみればわかるかな。では、まずはこの、その世にも美味しいというブラウニーからいただいていきたいと思います。そこまで言うほど美味しいのかな、これ。結構分厚いですね。では断面はこんな感じです。いただきます。ブラウニーが意外と濃厚で歯ごたえありますね。ストロベリーはやっぱり甘酸っぱい、うん、けどなブラウニーの方は結構重量感があって、噛んだ瞬間に歯ごたえがある生地の中からチョコレートのほろ苦さが口の中に広がってきました。なんかチョコチップかナッツが入っているのか、ポキポキザクザクとした食感も味わうことができました。普通のブラウニーのしっとりとしたイメージとはちょっと違いましたが、これも方が自分好みでしたので、これはこちらの点数とさせていただきます。そして、このホワイトチョコレートのストロベリーは確かにイチゴの酸味も感じることができたんですが、ちょっと物足りないかなという部分が、明らかにホワイトチョコレートのミルク感が勝っているので、まあそれはそれでいいのですが、もうちょっとイチゴの酸味を感じたかったかなということで、こちらの点数とさせていただきます。ホワイトチョコレートとしてはかなり美味しかったです。そしてこの巨大チョコレート、前にダークブラウンを食べたことあるんですけど、本当に大きいですね。ではいただきます。ダークとは用途に合わせて使い分けるのがいいですね。もちろん美味しいですよ。やっぱりミルクなのでダークに比べると甘さがありますね。結構甘めのチョコレートなので、生果材料として使うならこちらの方がよりいいかもしれません。砂糖だとかで味付けをする必要もありませんしね。でも大人向けを目指すならダークの方がいいですね。そのあたりで使い分けるので一概には言えませんが、自分はまあどちらもどちらも良さがあるということで、こちらの点数とさせていただきます。それではパン屋かな。朝が来るのに時知らず、気づいたらもう朝になったんですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。